口の欅通りにやってきました。冬の欅通りといえばやっぱりこれですよね。そう、光のページェント、美しいイルミネーションを見ながら歩くと寒い冬もなんだかちょっとね暖かく感じられるんですよね。笑われちゃったんですけど、いやちょっと新潟の雨がすごいなと思って本当にあの今日特別雨が強いんですよ。新潟の冬といえば雪も降るしとにかく寒い、外に出るの億劫だななんて思う方もいらっしゃるかもしれません。ということでできる限り新潟駅周辺でおすすめの場所を探してみようということで、今日は新潟駅周辺の冬のおすすめモデルコースをご紹介します。冬といえばねケーキ食べたくなりますよね。早速いろいろ探しに行ってきましょう。ということでケーキを求めてやってきたのが新潟駅のすぐ近くアンレミューさんです。はあ、甘い香りがしててちょうどクリスマスシーズンということでね、可愛らしいトナカイさんのポーチがあったりとか、サンタさん姿のクマさんもいるし、焼き菓子も揃ってて、あー、ショーケさん、こんばんは。素敵なケーキがずらりと並んでおりますね。チョコショートからのフルーツロール、そしてキャラメルショコラ、レアチーズ、かぼちゃティラミスにショートケーキ、全部紹介しようとしてね。ナッティナッティって口どけショコラにモンブラン、あ、いいですね。抹茶のチーズケーキにチーズケーキ、プリンもあるよ、美味しそう。これらをカフェスペースがあるということで選んで、この店内で味わうことができるんですね。この目の前で選べる楽しさみたいなのもありますもんね。まずイチゴが目に入っちゃうのよね。イチゴ好きなんです。だからちょっとね、あの存在感を放ってるね、この王道のショートケーキ、かしこまりました。はい、もう一つ言ってもいいですか？私もう一つはチョコレート系にしようかなと思ってて、ちなみにですよ、はい、この口どけショコラかキャラメルショコラだったらどっちがおすすめですか？キャラメルショコラだと思ったとか。じゃあちょっとキャラメルショコラと、かしこまりました、はい、すぐ用意させていただきますので、ありがとうございます。笠原さん、ドリンクもあるんですか？あ、そうだ、コーヒーもティーもジュースもハーブティーもある。一応あれなんですね、このケーキセットで頼む場合は、ね、紅茶ですね、コーヒーと紅茶ですね。まあ、じゃあでも単品で頼めるってことなんですか？でも私アールグレイも好きなの、紅茶の。じゃあケーキセットにします。ケーキセットにしましょう。アールグレイの紅茶ホットで、目の前にケーキと紅茶が到着しました。美味しそう。なんかこのショートケーキ、ショーケースの前で見るよりも高さを感じる。ですごいこのチョコレートはツヤツヤしてて芸術ですね。ではまずはショートケーキから、うん、すごいふわふわだ。いただきます。うんうん、うん、あー美味しい。これクリームがすごい上品な甘さで、スポンジがふわふわなのでしっとり、口どけ滑らかですよ。いちごが入るとやっぱりこの甘酸っぱさがプラスされて、なんかよりこのショートケーキのクリームの甘さ引き立ててくれる。うん、この時期のねいちごはちょっとこう甘酸っぱい酸味もね効いてるから、それがこのケーキに合わさるといいこうアクセントになってくれる。チョコレートの茶色と金もなんかちょっとクリスマスっぽくない、キラキラが入ってるとなんかより特別感がある。すごい綺麗に取れた。こちらもいただきましょう。うん、うん、うん、チョコレートが濃厚、滑らかさがある中にも本当にこうチョコレートの濃さがまずダイレクトにやってきて、キャラメルの味もするし、下はスポンジが敷いてあって、その上にキャラメルのムース、これもこうすごく滑らかで、で一番上にチョコレートコーティング、キャラメルとチョコレートって合わせると結構こう濃厚プラス濃厚みたいなイメージで、すごく濃いかなと思ったら、意外となんか食べ終わった後のなんかすっきり感みたいなのがあって、その正体がこの上にもいるオレンジ、真ん中にちょっとプルンとしたような食感のオレンジ味のものが入ってるので、そこがすごい酸味が効いて一気に後味をさっぱりさせてくれる。美味しい。紅茶で合わせます。
ルグレイってすっごく香りがよくってフローラルな香りが鼻から抜けるのがいいんですよね。ごちそうさまでした。なんかちょっとこう甘いものが欲しいなっていう時もいいし、自分のご褒美にもいいですし、なんか心も温めてくれるようなケーキセット味わいました。もう幸せいっぱいでございますが、まだまだちょっとね、さらに温まりたいということで、お次行きましょう。新潟駅南口の欅通りから移動してきまして、万代口の方にやってきました。新潟駅どんどん変わっていますね。さあここからはですね、なんと今年の10月にオープンしたお店がこの新潟駅のすぐ近くにあるということで、その名も串屋ニュー博多スタイルということで、博多スタイルの名前の通り、あのお鍋があるようですよ。ニューオープンでホットなお店で温まりましょう。はい、店内に入ってきました。すごいなんか個室なんですよね。なのでプライベート感覚がいいですよね。ちょっとねメニューをちらっと見たんですけど、なんかすごく充実しておりますね。名前が面白いですね。巻きもん、あてもん、生もん、串もん、うまいもん。なんかでもそう、お店の名前に博多が入ってるから、博多の美味しいものが集まってるってことかな。博多もつ鍋、すごい見て、めっちゃ美味しそう。博多明太もつ鍋が一番やっぱ人気なんですね。なんか人気メニューみたい。博多明太もつ鍋にしちゃう？うん、いいんじゃないでしょう。すごい美味しそう。追加入りました。あ、なんか名物巻き、野菜巻き、なんかレタス巻きがおすすめっぽいから、レタス巻きで、おお、面白い。これちょっと、ちょっとさ、このさ、見てない博多明太巻き、ちょっとさ、頼んでみない？めっちゃ気になります。数量限定だって。そういうのに弱いタイプ。ちょっと面白い見た目だからこれ見せない。じゃあちょっと来てからの、来てからの、はい、来ました。すごい、もつ大量。これ2人前ですね。2人前ですね、うん、もつ鍋ってさ、私もつってさ、どこが目安か分からないんだよね。これってどんな感じですか、このお鍋。どんな感じ？はい、こっからどうしようと思って。あー、なるほど。ですね、混ぜていただいて。はい、もう全体を混ぜちゃっていいんですか？大丈夫です。この明太子も崩して大丈夫です、うん、全体的に混ぜていただいた方が明太子の味見やすいので、そっちの方が。巻物が来ました。レタス巻き、なんか初めてのビジュアル。レタスがこうぐるぐるって巻かれてて、あんまりレタス巻かれてるの見たことないから。ほら、綺麗な層ね、いただきましょう。これは美味しい。ちょっとしっかりと焼き目もついてて、カリッとその焼かれてる部分は香ばしさもあり、でレタスがシャキシャキしてるんですよね。ちょっと甘辛いタレがね、よくね、お肉にもレタスにも染み込んでる。美味しい。なんかもう見たことないやつがあるんですけど、これがあの数量限定って書いてあった博多明太巻きがこれです。明太子に豚肉がコーティングされてるっていう感じで、結構ね、重みはありますね。うん、多分最後塩を振ってくださったっぽくて、だから絶妙なこう塩気が効いてる。豚肉の旨味とか、あとしっかり焼かれてるからちょっとカリカリ食感もあって、でも中の明太子は火が入ることによってちょっとこうギュッと凝縮されて、しっかり詰まってる感じ、詰め込まれてるなっていう食感でした。美味しい。ではもつ鍋完成したようなので。美味しそう、すごいいい香り。もうこのなんか香りだけであったかくなる明太子と絡ませながらいただきます。うん、うん、プルプルだ、うん、美味しい。
もつはやっぱり噛めば噛むほどね、旨味が出てくる。で結構出汁はあっさりめなんですよね。でもそこにこの明太子が入ることでちょっとこう味に引き締まりが出てくる。野菜もね、いろいろ入ってたりとかするので、その野菜の甘みとかも溶け出してて、それがもつによく染み込んでるんですよね。本当に温まりますね。ごちそうさまでした。いや、満足感が本当に高くて、お腹も心もなんか全身を温めてくれました。まずイルミネーション見られて心を温めてくれて、甘いものでホッとさせてくれて、ほっかほかのお鍋でお腹も温まる。もうね、冬にぴったりのコースですね。この動画が良かったなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録引き続きよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。